ダヌーシュは、インドのタミル語映画で活動する俳優、映画プロデューサー、映画監督、脚本家、作詞家、プレイバックシンガー。ヒンディー語映画にも出演している。2002年に父カストゥリラージャが監督した、サラーバドホエレマイで俳優デビューし、2011年に出演したアルカラムで、ナショナルフィルムアワード最優秀主演男優賞を受賞した。2011年には、 ホワイディスコラベリー D を発表し、YouTube で再生回数1億回を超えるヒットソングとなった。また映画制作会社アンダーバーフィルムズを設立して、プロデューサーとしても活動しており、フィルムフェア賞南インド映画部門で7つの賞を受賞している。父チチカシットリラージャは監督、プロデューサーとして活動している。2位、セルバラーガ版も監督として活動しており、ダヌーシュは、 兄に誘われ、俳優となった。2004年11月18日に、ラジニカーンドの娘アイシュワリアーと結婚し、2人の息子を設けた。プラティバパティルから、ナショナルフィルムアワード最優秀主演男優賞を受け取る、ダヌーシュ2002年に父カストゥリーラージャのサラーバドホーエレマイで、俳優デビューし、批評家から演技を高く評価された。 2003年にはニーセルバラーガ版の初監督作品、コダルコンデーンにも出演しており、批評家から絶賛され工業的にも成功を収めた。同年には、ティルダ・セローディにも出演している。2004年に、プドゥーコテイリレンド法サラベーノン、サランに出演した。同年には、父が監督したドリームスにも出演したが、同作は批評家から酷評され工業的にも失敗している。 2005年にディーバシー関連に出演し、同作は後にテルグコフ機会版も上映された。同年にはバルマヘンドラのアドフオルカナコレムに出演している。2006年に兄が監督したプドハペタイに出演し、ダヌーシュは批評家から高い評価を得た。同作はデュリーパッドのタイトルでテルグコフ機会版も上映されている。セロービライダルエランバムでは、 シュリア・サランと共演した。2007年にパラッタ・エンギラ・アザグル・スンダームに出演するが、同作は工業的に失敗している。同年に出演したポーラ・ダブンでは、批評家から演技を高く評価された。2008年にヤー・ラジ・ニー・モヒネに出演し、同年にはラジ・ニカーン・トシエンのクーザ・ランに仮名を出演している。2009年にスラージのパデカ・ダベンに出演し、 非評価から演技を高く評価された。2010年には、ミスランジャワハルの、クティ、アトハミプートヒロンに出演している。ビッグスターエンターテインメントアワード受賞式に、出席するダヌーシュと、アミターブ、バッチャン2011年にベトリマーランの、アデュカラムに出演し、統計師を演じた。同作は、第58回ナショナルフィルムアワードで6つの賞を受賞し、ダヌーシュは、 史上最年少で最優秀主演男優賞を受賞した俳優となった。同年にスブラーマニアムシバの聖団に出演しており、この他にマピラ・ベンハイにも出演している。同年に兄が監督したマヤ・コム・エンナに出演してリチャー・ギャンゴ・パーディーと共演し、同作は非評価から高い評価を得た。2012年に妻、アイ・シュワリアーが監督したでは、 プロデューサーと主役を務め、シュルティハーサンと共演した。同作は、劇中歌、ホワイトディスコラベリー D が人気を集めたが、映画はミドルヒットに止まった。2013年に、マーヤンでパールバティ・ティルボットと共演した。同作は非評価から高い評価を得たものの、興行成績はミドルヒットに止まった。同年に出演したナイアンジも、興行的には成功しなかった。 また、アーナンド・エル・ラーイの、ラーン・ジャナーで、ソーナム・カプールと共演し、ヒンディー語映画デビューした。2014年にベール・ラージの、無職の大卒に出演し、同作は、ダヌーショの25本目の出演作となり、批評家から高い評価を得た。2015年にアール・バールキの、シャミトブに出演した。同作は批評家から高い評価を得たが、工業的には失敗している。 同年に、ケーブヤーナンドの、アネガンに出演し、同作は批評家から絶賛され、工業的にも成功を収めた。同年に、マーリで、カージャル・アグルワール、ロボ・シャンカール、ビジャイ・ユスダスと共演し、トンガ・マガンでは、サマンタアッキネーに、エビー・ジャクソン、ケイス・ラビクマール、ラーディカーと共演している。2016年には、セオドリ、コディに出演している。2017年に、 パスカル・パーンジで監督デビューした。同年には、ギシ・サウンダリアー、ラジニ・カーンとのベライラ・パタダリニに出演し、同時に、プロデューサー、ゲンアンも手掛けている。2018年には、ケン・スコットのクローゼットに閉じ込められた、僕の奇想天外な旅に出演し、海外映画デビューした。2004年に出演した、プドゥー・コテイリ・レンドホー・サラベノンで、プレバックシンガーを務め、 不ハッペ隊、アイラティル・オールボン、マイアコム・エンナでも務めている。2011年に、ホワイディス・コラベリー・ディが YouTube で公開され、同曲はインドで、最も閲覧された歌となった。曲の多くは、アニルーダ・ラビチャンダルが作曲し、ダヌーシュが作詞を手掛けている。ベイジ・ラクイアでは、ノー・プロブレム、ティカでは、ティカ、エイス・ヒューマンでは、イザダを歌っている。ありがとうございます。